オリン。はい、これからオンラインのファン名称を決めてみよう。イエーイ。決めてみようこれはね、メンバーで決めようという話になってましてです。秘書やるね。いや、大丈夫。初期な秘書秘書スケジュール確認。司教は死んじゃってる俺。初期やって。でもちゃんと理由あるよ。おちゃんと理由ある。あのさ、でもそのファン名称を決めるにあたって、まあ、いろんなグループさんのさ、ファン名称の理由とかを見てきた。はいはい。で、TWICE のファン名称 ONCE っていうグループ、ファン名称なんだけど、まあ ONCE、その、ファンからもらった、なんか愛とか、愛情とかを、TWICE、TO で返すよみたいな、倍にして返すよみたいな意味があるのね。だから、ちょっといい。ちょっと要はオールじゃなくて、ちょっとインしてもらったのを俺らはオールで返すよっていう。あ、ちょっとは英語じゃないんだそれ。 TWICE みたい。あえてちょっとね。いや、ちょっといい。あね、俺は好きちょっとなんか結構独特なんだけど。あ、いや俺そういうの好きや。そう結構独特なんだけど、ちょこっといい。意味的にはなんかあんの。意味的にはあのみんなトイスって知ってる。あ、分かる分かる、トイス分かる。トイス。あとなんだろうね、コール。コール。でもなんかゲストとかプレイヤーとかありきたりすぎるよね。うん。まあそうだね。俺は頭に A が欲しい。オールインの A。うん。アディオ。これもないかな。ムシェのマルもかっこいいけど長い。赤と黒か。そうだから確かに、ね、広がらない。そう、そこはなんかその、うん、ちょっと一個にしてほしいよな。いろいろさ込めたいじゃん。オアはいらない。まあね。オアっていう。オアじゃない。オアは。では。アンティの素の意味はもう本当にポーカーに参加するためにかけるとか払う金額みたいな。はいはい。参加料的な感じの。俺はファンクラブに、まあファンクラブお金かかっちゃうけど、うん、でも。で、この組織っていうかそのグループを入るにあたって、うん、まあこうファンクラブ入って、まあ、そっからじゃベットするの。うん、そうだね。その意味合い的にはめっちゃいいと思うし、最初の一歩的なね。そうアンティで。あ、そう呼んでみない。あ、そうだね。ファンをみんなみたいな、ライブで呼ぶ感じで、うん、アンティーそれミキティーやな。アンがフランス語で1なんでしょ。それ1でしょ。まあ1ならやっぱなんかそのファン名称に1が入るってことは、うん、まあそのみんなファンのみんなが一番だよみたいな。うん、うん、いいじゃん。あったらいいじゃん。あなたが一番ってことね。そうそう、俺らがみんなの一番になるし、そのトップを目指して頑張っていくよみたいなの1で一番を目指すっていう、ね。うん、まあ、みんなで一緒にね。そう、うん、アンティのみんなとね、うん。いや、もうね、俺アンティで正解だと思う。な、うん、でかって、ここに来る文字さえみんなが、ハートいたっけっすね。どうぞ。何がいいかってこうにもなる。アンティ。ちょっとまとめますよ。はい。はい、まずアンティそのものの意味が。まあ、そのゲームに参加する権利を得るために、払うといった行為をアンティというわけですね。で、まあ、これをちょっと拡大解釈してオールイン流にすると、オールインのエンターテインメントを一緒に盛り上げていく、その権利を、得られるのがアンティですよ、はい、アンティの皆さんですよ。で、その中のアンティの案が、フランス語で1という意味になってて、ファンのみんなが一番、みんなで一番トップを目指そうという意味ですね。こちらがアンティでございます。よいしょ、はい、めっちゃいいよ。めちゃくちゃいいよ。可愛いしね、アンティ。うん、これしかない。そうで、ファンネームも決まったということで、ファンクラブも発足しますね。はい。はい。ああ、クラブ。クラブ。アンティへようこそ。ぜひね、この
一緒にねファンクラブ入ってアンティになっていただいて、でもできたらもうツイッターとかさ、あのプロフィールとかにこうアットマークとかハッシュタグとかでアンティとかって入れてもらえたら、うわ見たいね、めっちゃ嬉しくない？嬉しいね、どんどん増やしたいじゃん、うん、ぜひ皆さんねこれねあのつけてほしいし、ファンクラブ加入お願いします。お願いします。お願いします。